レッポ入ってない。本日はフライデーワークアウトということで、週末前にですね、皆さんやっぱり月曜日から金曜日にまで働いてる人がほとんどだと思います。金曜日に仕事の最後の締めに追い込んでほしいと思います。休みの前の日に追い込んで、帰って酒を飲みながら飯を食う、これに限ります。ということで、まずはじゃあ腕立て伏せね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと開いてね、軽く前に出して胸に引かす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これね、三角形ね、三角形、三角形で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、すかさずスクワットジャンプ10回いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はね、この体勢から軽くでいいよ、軽く5回いくよ、軽く軽く。3、4、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。したら鉄棒に移動してね、軽くね、はい、1、3回行きましょう。2、3回ね。3、リップスを5回。3、4、5、胸当て5回。2、3、4、5、今度はクローズで5回。1、2、3、4、5。そのまま腹筋ね、腹筋プラス体幹、これねキープしてることによって腕もきついんですよ。だから握力もつくし、肩周りも強くなる。はい、ラスト。そしたらそのまま止まらないよ。はい、これはもうね、楽しいメニューです。きつくない、きつくない。きつくしたいんであればしっかり押し下ろし、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、これが筋トレになりますね。有酸素で終わらせたければこんな感じで、ふぅ、ふい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 、はい、リップス10回いこうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でまた、シットディップス。3、4、5、6、7、8、9、10。これね、手を逆手にして10回。2、3、4、5、6、7、8、9、10。スクワットの体勢からジャンプして、またスクワットの体勢キープ。この体勢をずらさない。10回いくよ。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、またサイドで胸にキックします。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、普通の腕立て。2、3、4、5、6、7、8、9。はい、最後にだいぶ筋肉がね、いい感じになってきたところで懸垂10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後にスクワットジャンプ10回、深く1、手地面について2、3、4、5、6、7、8、
8 9 10。入ってね。どうですか。はい。ということで、金曜日の仕事終わりにですね、1回でいいです。約10分ぐらいで。息も上げて筋肉も限界まで追い込んで全力でトレーニングを短時間で大丈夫。10分やったらもういくら今日焼肉を食おうがお酒を飲もうが太ることはありません。ということで、良い週末を。さらば。